私に任せといて。私、日暮しかごめ、中学3年生。ひょんなことから戦国時代に引き込まれてしまったの。そこには、50年前、奇境に封印された半妖の少年、犬夜叉がいた。犬夜叉は、私の体の中から出てきた、四魂の玉と呼ばれる玉を狙ってたわ。さまざまな妖怪も、妖力を高めようとその玉を狙っていて、戦いの中、砕け散ってしまった。以来、各地に散った四魂のかけらを追って、犬夜叉との旅が始まった。旅の途中、卑怯な手口でいろんな罠を仕掛けて、四魂のかけらを狙うすっごく嫌なやつ、奈落が現れたの。だけど、私たちにも、しっぽうちゃん、弥勒様、サンゴちゃんと、どんどんと仲間も増えてきたわ。みんなと力を合わせて、いつか必ず奈落を追い詰めて倒すわ。私たちの旅は、これからもまだまだ続く。やはり来たか、カゴメ。奇境。私。カゴメ、お前は邪魔だ。死してなお、この世に残る者の気持ちなど、お前にはわかるまい。ちょっと待って、奇境。あ、黙れ。この世に同じ人間は二人もいらない。覚悟しろ。あなたは邪魔だ。いざいざ、一本目勝負。勝者、カゴメ。奇境、あなたはもう。犬夜叉は絶対にあなたを見殺しになんてしないわ。お願い奇境、これ以上犬夜叉を苦しめるのはやめて。カゴメ様、こんなところで何をなさっているんですか？ああ、弥勒様、本当に相変わらず手癖が悪いわね。まあまあ、カゴメ様、もっと落ち着かれてはいかがです？また？もうこの隙が欲しい。もしやこの手に妖怪でも宿ってしまったのか。ないと、いくら弥勒様でも許さないわよ。手加減なしよ。行きますか。いざいざ、一本目勝負。あたり、あたり、ごめんよ。
手加減してくれたんでしょ。妖怪のせいにするなんて、ほんと最低。これで少しは懲りたかしら。だけど、弥勒様のことだし、紐出て。やったー！始めるわよ。おう、カゴメ、いいところに来た。カゴメが前にくれた芋をあげた菓子が食べたいんじゃ。ああ、ポテトチップスのことね。残念だけど、今日は持ってないの。ごめんね、しぽちゃん。そうか、仕方ないの。じゃあ、あの甘い板の菓子をくれ。それなら持ってるんじゃろ。だから、今日はチョコも何も持ってないんだってば。わがまま言わないで、しぽちゃん。嘘じゃ！きっとカゴメが陰で一人で食うとるに決まっとる。だからそんなにブクブクと。ブクブクと何かしら。わがままで聞き分けない子にはお仕置きをしないとね、しっぽちゃん。いざいざ！一本目！勝負！カゴメ！ごめんね、しぽちゃん。はあ、私もちょっと大人げなかったかしら。ごめんね、しぽちゃん。大丈夫？怪我はない？あら、ミョウガじいちゃん、その岩がどうかしたの？おお、ちょうど良いところに。実はこの岩の隙間にしこりのかけらが挟まってるんじゃが、残念ながらこのミョウガではこれだけ大きな岩を砕いて取り出すことは不可能です。というわけですので、あとはよろしく頼みましたぞ。言っちゃった。でも、仕込んのかけらがあるならほっとくわけにはいかないわね。いざいざ、はじめ！さて、結構な時が経ちましたが、調子はどうですかな？おお、あの大きな岩を完全に砕いておる。やった！なんだ、私だってやればできるじゃない。うん、仕込みのかけらが3個も入っていたようですな。お見事ですじゃ。
風が強くなってきたわ。これってもしかして。さすがにあんた勘がいいね。やっぱり神楽。一体何の用なの？あんたのその力とても危険だからね。厄介なことになる前にあんたの命私がいただくよ。覚悟して。私だってはいそうですかってやられるわけにはいかないわ。これで終わりよ。出しゃばりすぎだよ。いざいざ一本目勝負。当たれ。やや負けないわ。どう神楽、私だってやればできるのよ。いくらあんたが奈落の分身だからってそうやすやすと負けるわけにはいかないの。やったー。始めるわよ。どうやら客人のようですな。貴様が探しておるのはこいつかな。確かにこの邪剣、紫魂のかけらを持っておるぞ。だがこのかけらは殺生丸様にお渡しするためのもの。貴様のような奴に渡すわけにはいかん。欲しければ力ずくで奪ってみせよ。なんだかムカつくわね。いざいざ始め。貴様がここまでやるとは。まずい。殺生丸様に殺されてしまう。ふん、私を怒らせた罰よ。始めるわよ。あと紫魂のかけらってどのくらいあるのかしら。待ちな、かごめ。え、甲賀くん、どうしたのそんなに慌てて。かごめ、今日こそお前を俺の女にする。そのためだったら何でもするぜ。そんな甲賀くん、ちょっと待って。急にそんなこと言う。
言われたって、あたしにだって気持ちが。何も言うな、カゴメ。俺は力ずくでも犬っころのところへお前を行かせないぜ。負けないわよ。いつでもいいぜ。いざいざ、一本目勝負。カゴメ、コウガ君に勝っちゃった。うそ、コウガ君に勝っちゃった。コウガ君大丈夫かしら。ちょっと心配だけど、コウガ君なら大丈夫よね。それよりあっちに死魂のかけらの気配、しかもものすごい容器だわ。きっとあそこに奈落がいるのね。待ってなさいよ奈落、あんたは絶対許さないんだから。この城はすっげえ嫌な匂いだ。きっと奈落がここに。あ、犬夜叉、あんたなんでこんなところに。待ちな、カゴメ、どうやらお出ましのようだぜ。やい奈落。お前たちか。この奈落の城に踏み込んで生きて出られると思うなよ。面白え、やれるもんならやってみやがれ。カゴメ、気をつけろよ。わかった、イネエシも気をつけて。私もできるだけ頑張ってみる。奈落だけ。許さない。始末してやる。いざいざ、一本目勝負。当たれ、ひょう、へっ、ひょう、当たれ、当たれ、ひょう、当たれ、当たれ、ひょう、へっ、当たれ、当たれ、へっ、へっ、へっ、当たれ、勝者カゴメ。あんたって本当に最低。ついにやったね犬夜叉、私たちであの奈落を倒すことができたわ。あったりめえよ、俺が本気を出せばこんなもんで。